田村語りは、写児演技、伝説、説話、物語などに見える、架空の人物坂上田村丸をめぐる言説、お及びの、田村、おとぎ造子、鈴鹿の草子、屋上瑠り田村三大記など、田村文芸として結実したものを、包括的に対象とする。京都では、清水寺の演技や、鈴鹿峠などに、東北では、 各国最高寺の縁起や各国靴、美写門堂並びに姫町が滝などに起源を持つ。田村語りの中心となる人物は、平安時代前期の大納言、坂の上の田村麻呂がモデルとされ、物語や伝説によっては、真珠不将軍、藤原敏人の伝説と融合されることもある。現在、田村語りとして一般に知られている筋は、乙木造氏、鈴鹿の蔵氏である。 これは、大きく二つの物語に分けることができる。作品により、名前や、血縁関係が多少異なる。作品により、名前や役割が多少異なる。東北における、田村がたりの発信源は、拓国屈の美写問堂、最高寺の演技及び、姫町が滝の伝説だが、東北地方の田村がたりと密接な関係のある社地の演技として、 結束寺演技に見える七観音が挙げられる。これらの演技や伝説は、田村三大記の内容と直接関係しつつ、創出された。同様の例は、松島の随岩寺や五大堂、岩手県市和町のアグリ玉伝説、宮城県黒川郡の悪玉姫美美伝説、秋田県仙北郡の悪玉姫美美伝説、鬼西がや桐山禅城などの地名伝説も挙げられる。ありがとうございます。